で、今日の僕の授業なんですけど、本当はちょっと僕が学生時代のことをちょっと振り返ると、感染症の中でもがん患者と感染症って、ね、特にちょっと難しい分野かなと思ってはいまして、で、免疫不全って言われる領域は特に、なんとなくこう、もしかしたら難しいなっていうイメージを抱かれてるかもしれません。免疫不全って何なんだろうみたいな。ただ、その感染症を診療していくにあたっては、こう免疫不全との戦いっていうのはどうしても乗り越えていかなければいけないハードルであって、その免疫不全という領域を決して専門家の領域じゃなくて、これから医療現場に立っていく学生さんの方たちでも分かりやすく自分の中で消化できるようにっていうのをテーマに今日レクチャーを組んでみました。で、基本的にレクチャーって言っても、僕の考えとしてはこう意見交換みたいな感じで思ってるので、基本的にいつでも何でも途中遮ってでも聞いてほしいですし、質問することがめちゃめちゃ僕から松尾さんと尼崎君に質問することが多いと思うので、そういったところでまた意見を聞かせていただけたらと思います。あと、もし喉とか渇くようだったら、僕もコップすぐ隣に置いてるんですけど、飲み物飲んだりとか、トイレとかも自由なんで、せっかくリモートなんで自由にやっていきましょう。お菓子も別に食べても大丈夫です。よろしくお願いします。お願いします。じゃ、今日の目標です。今日の目標は、この免疫不全、がん患者さんにおける感染症を4つのカテゴリーで考えることによって、分かりやすくできるだけ分かりやすく理解しましょうというのが目標になるので、今日のレクチャーが終わるまでにこの4つの分類を覚えてください。で、もしよかったら僕のスライドこのまま上げますんで、ノートテイキングではなくて、僕とまた天笠先生とあと松尾先生でみんなで意見共有をすることを一番今日大切にしたいので、ノートとかはレクチャー中も特に取らなくて大丈夫です。もしよかったらこのスライドそのままプレゼントしますんで、それがノートになりますんで持って帰ってください。はい。じゃあ行きます。まず、がん患者さんと感染症っていう今日テーマでやっていこうと思うんですけど、なぜがん患者さんは感染症に、僕たちとかですね、普通の人と比べてなぜ感染症にかかりやすいでしょう。じゃあ、天笠君。はい、がん患者さんは、ちょっとなんか、がんにもよると思う。例えば、白血病系、がんってひらがなで、いいのかわかんないんですけど、白血病だったら、なんかばい菌が来た時とか、ウイルス来た時に対してこう反応するんじゃなくて、もともとなんかその異常な細胞が増えてて、正常な細胞があんまりいないイメージがあります。ありがとうございます。とてもいい点だと思います。確かに白血病にかかってしまうと、骨髄の中でですね、異常ながん細胞ばかりが増えてしまって、正常な白血球が減る。天橋先生、すごいいいポイントを挙げてくれたと思います。で、正常な白血球が減ってしまうと、ばい菌、ウイルスとか、ばい菌が体の中に入ってきたときに、それと戦う、白血球がなくなってしまうので、そういった意味で、感染症に非常にかかりやすくなるし、万が一感染症にかかってしまったときに重篤化しやすい、条件になってしまいますね。天川先生、ちなみに白血病で治療中の人とかって今まで見たことありますか？はい、一応、小児で回ってたときに、その病棟で小児の、大学病院だからわかんないですけど、がんの患者さんいっぱいいたっていうのと、はい。確かに、高齢者の白血病は見たことないといえば見たことないですね。はい。なんかこう小児の、子供の白血病とか見て、なんかこう、どんな特徴がありましたかね、その患者さん。どんな感じで過ごしてました？いや、じゃあ僕のイメージより元気だったんですけど、小児は。ああ、なんか全非常然、に大切なポイント。元気でした。あとは？やっぱ髪は抜けてたってのあるんですけど、
なんかセカチュウみたいなイメージでした。あ、一応な、まあ、ニット帽かぶってる子もいましたけど、セカチュウってあの長澤まさみのですよね。あ、そうです、そうです。あと綾瀬はるかとか、なんですよね、あの人がたちが映画で過ごしてたような環境で子供って過ごしてました、ちなみに。いや、普通に廊下歩いてた気がするんですけど、なんかそんなに個室管理っていうイメージではなかったですね。うんうんうん、ありました。まあ、かなり子供の白血病治療してる人みんな元気ってとってもいいポイントです。で、僕は血液内科なのでちょっと路線がずれてしまうんですけど、白血病、今までずっと診療してきて、聖路加国際病院もあの小児の白血病をすっごい力入れてる病院なんですね。だから小児科回った時にも白血病の患者さん、小児科でも血液内科でもたくさん見てきたので、小児の白血病ってすっごい面白い領域で、実は天笠君が言ってくれた点がとても大切で、みんなすっごい元気なんですよ。だから白血病に治療で使う抗がん剤の量がですね、大体大人の2倍ぐらいの量を入れても過ごしてるんですね。で、抗がん剤の治療をやると脱毛ってさっき山川先生言ってくれたと思うんですけど、それ以外に結構ですね、大人の人だと口内炎でベロベロに口が剥がれて痛くてご飯が食べれないっていう人がいたり、胃とか吐き気が気持ち悪くてどんどん体重が減ってったりっていう人がいるんですけど、子供っていうのはですね、本当にもう四六時中ところこう走り回っててですね、元気にこうやっていくんですね。で、ただ抗がん剤の量は2倍も入っているけれども、その分細胞のターンオーバーがですね、すごく代謝がいいので、どんどんやられていくんだけど、どん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 作られていくので、それだけ大量の抗がん剤にも耐えられるという特徴があるのが1点と、あともう一つ、もし将来血液内科とかに、回る予定があったら、そこも一つ面白い点があるんですけど、病気っていうのは実は2つの概念から構成されていると言われていて、1つ目が遺伝子、遺伝です。で、2つ目が環境因子。例えば今までその人がどういう背景でどういう場所で生活されてきたか、どれだけタバコを吸ってきたか、どれだけお酒を飲んできたかっていう2つの影響因子が病気のかかるときにはあるって言われてるんですけど、じゃあ子供ではどうでしょうということを考えると、子供っていうのは人生で非常にまだ時間が経ってない段階で病気を発症するので、環境因子と遺伝の因子、どっちの方が白血病に強く影響してるかって、天笠先生分かりますか？遺伝ですかね。大正解です。そう、大正解、素晴らしい。なので、あんまりですね、就職する因子っていうんですけど、その人がなぜその病気にかかるかっていう研究をしていく段階で、あんまりその人が糖尿病を持っているとか、その人がどれだけタバコを吸ってきたとか、そういう余計な因子を考えなくていいから、全国でですね、非常にその症例数としては小児の白血病って少なくなるんですけど、データを統一化させて、どのような因子がその白血病に影響してきていて、どのような治療が効くかっていうのをデータ化して統一する段階では、小児の白血病が一番いいって言われてるんですね。というのは、その人が白血病になるときに、長年タバコを吸ってきたり、長年お酒を飲んできたら、そういったのが白血病になってる、影響してる可能性ありませんか？言われるとあるってなっちゃうんですけど、子供が白血病になったってなったときには、多くはやはり遺伝的な素因が大きいので、で、こういったある特定の遺伝子異常がある人をある特定のグループにくくってあげて、こういう遺伝子異常を持ったグループの中ではこういう治療が効きますよっていうのが見つかっていけば、どん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 治療が良くなっていくんです、ね。なので、小児の領域っていうのは非常に面白くて、病気のですね、領域からも非常に注目されている点になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。松尾先生、あとがん患者さんで感染症にかかりやすい理由、他にどういうのが思いつきますか？他に、イメージとかでもいいですが、
僕たちと比べてどういうところが違いますか、抗がん剤治療してる人って。なんとなくの大丈夫ですよ。なんかあえてあの免疫抑制剤とかでそのんあれなんだろう、例えば僕が肺炎にかかるのと70-80代の肺がんのおじいちゃんが肺炎にかかるんだと、なんとなく僕の方が治りそうな気がすると思うんですけど、うん、それってなんでですか？あ、そもそもの臓器とかが、障害されているから、なんか綺麗に治りにくいというか。あと 20-30 代のこういう人と、あと 70-80 代の杖ついてるおじいちゃんが肺がんになっただとどう違いますか、肺炎の治りは。若い筋肉とか筋量とかある元気な人の方が治りは早いです、うん、そうですね、素晴らしいです。それも一つ大切なポイントです。なんとなくこうがん患者さんって聞くと痩せ細っているだったりだとか、うん、なんかこう体力がなさそうなイメージを持ってたりだとか、あとは若干落ち込んでそうっていうイメージを持ったりだとか、結構弱々しいような体力的にイメージを持たれると思うんですね。まあ、さっき天笠先生が言ってくれたその子どもの白血病元気だったっていうのが一つ大切なポイントだと思うんですけど、まあ、あの全般的なイメージとして捉えると、やっぱがん患者さんっていうと体力的にも、うん、栄養学的な観点からも、あとご年齢からも、やっぱり若い人よりから、まあ、なんとなくこう体力的には若い人が感染症にかかるよりもやっぱりそういったがん患者さんの方がかかりやすいんじゃないかなっていうイメージはあるんじゃないかと思うんですね。で、どんな意見が出てくるかなっていう形でこう羅列してみたんですけど、まあ、さっき天笠先生が言ってくれたのは1つ目、一番最初の大切なところで、がんそのものが原因で免疫が下がる人がいますと。で、それ以外に抗がん剤治療をすると抗がん剤の影響で免疫が下がってしまうっていう人もいます。あとは放射線とか抗がん剤が副作用を起こすことによって臓器がやられてしまって、例えばそれで肝臓が悪くなる、または腎臓が悪くなるとか、あとは口内炎ができてしまって食事が取れなくなる、そういったいろいろな障害が起きることによって、体力または臓器障害が起きてしまって感染症にかかりやすくなる。あとは入院中の人であったりすると、そもそもですね、病院っていうのは耐性菌って言われる抗菌薬が効きにくいようなばい菌がうじゃうじゃしているようなところなんですね。なのでそういった医療環境、または点滴が首から入っていたりだとか足からで、小児だともしかしたら天笠先生見たのはあのこう胸に手術とかされてピックカテーテルみたいなものが盛り打ちされてて、ここら辺あの T シャツの下あたりからもしかしたらコネクターが出てたかもしれないんですけど、そういうまあ医療器具を、あの抗がん剤を毎回子供で点滴取ってっていうと針が注射が痛いから、そういう医療器具がもしかしたら点滴ずっと入れられるように入ってたかもしれないんですけど、そうするとやっぱり皮膚からのばい菌がそこを通じて入りやすくなってしまうから、それも感染症のリスクになります。あと栄養や体力面はどうですかって言ったら、僕たちみたいにこう元気に毎日1日3食ご飯を食べて、ちゃんとした時間に起きて運動もしていて、夜よく睡眠もとっていてっていう人たちに比べると、やっぱりかなり強い抗がん剤治療をやっている方たちだと栄養や体力面を落ちやすいんじゃないかな。で、最後にまあ精神的な面もやはり考慮する事項にはなるかなっていうところなんですけど、これは実はあの実際に論文のデータがあるわけではないです。まあ、がん一般的に考えると、やはりその精神面的なサポートから、そのヒューモアセラピーって言って、こうできるだけ患者さんを笑わせてあげたりだとか、何かしらその精神的な介入をやった方がいいんじゃないかっていうイメージはあるかもしれないんですけど、
それが実際その抗がん剤治療にどれだけ有意義であったかどうかっていうのは、まあ、論文のデータとしては出てないんですけれども、やはりそういうところも考慮する面にはなるんじゃないかなと思います。で、これはもしかしたら昨日の聞かれたかもしれないんですけど、感染症診療、治療の原則っていうのは3つの要素から成り立っていると言われてます。で、このトライアングルですね、三角形の、表は見たことがありますでしょうか？はい、あります。松尾先生も見たことありますか？あります。で、もしかしたら、この右下の患者因子っていうところが、もしかしたら抗菌薬って書かれてたかもしれないけれども、まあ、基本的には構成している3つの成分によって、感染症診療、または感染症の診断治療をどう考えるかっていうところの3ステップを踏んでいくんですけれども、具体的に言うと、どのような場所、どのような臓器に、で微生物のところはどのようなばい菌が、で、患者因子のところはどのような背景の人にその病気が起こりましたかっていうところを考えないと、診断や抗菌薬治療が選べないというところを習ったと思います、昨日。ではここで、まあ、せっかく松尾さんと天笠くんがいるので復習をしたいと思います。で、臓器別にどういったばい菌がかあのそこの臓器にかかりやすいかっていうところをちょっと復習していってみましょう。酷使とかじゃないのであんまり緊張せずに答えていってください。じゃあまず、肺炎を起こしやすい病原菌っていうのはどういうのがありますでしょうか？一個でもいいので、じゃあ天笠くんどうですか？肺炎球菌で。素晴らしいです。グッドポイント。肺炎球菌。あとじゃあ、松尾さんどうでしょう？インフルエンザ肝菌。ああ、素晴らしいです。まさしくこう、罹患頻度、その肺炎の原因菌の順位ごとに上げてくれて素晴らしいです。まさしく順番が肺炎球菌、インフルエンザ肝菌、そして3番目最後、天笠くんいけますか？マイコプラズマですか？ああ。そっちじゃないですか？魔行です。魔行に。魔行。モラキセラ、モラキセラ。ああ、大正解です。素晴らしい、素晴らしい。そう。モラキセラですね。なので順番的には1,2,3肝菌、ボラキセラという順番に、まあ、肺炎の原因菌として一般細菌として多いと言われています。じゃあ今度その細胞内寄生菌、非定型肺炎を起こしやすい3つの病原菌は言えますでしょうか？じゃあ今度松尾さんからスタートしてみましょうか。クラミジア。お、大正解です。素晴らしい。じゃあ天笠先生、マイコプラズマで。素晴らしい。そうです、大正解。じゃあ松尾さん、最後3つ目締められますか？レジオネラ。素晴らしいです、大正解です。そう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 。なのでマイコプラズマ、クラミジア、レジオネラっていったものも肺炎とかではよく効くんじゃないかなと思うんですね。じゃあこれが尿路感染症の時、例えばおしっこの感染症を考えている時に、じゃあレジオネラとかを考えますかって、やっぱ考えないですよね。だからやっぱりどこの臓器にどういったばい菌がかかりやすいかっていうのは、感染症を考える上で非常に大切な点になるんですね。じゃあ天笠先生、次その肺の下、腎臓と膀胱の絵が書いてあると思うんですけど、尿路感染症、おしっこの感染症を起こしやすいような病原菌、一つでも何か挙げられますか？天笠先生。大腸菌で。素晴らしいです。そう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 。じゃあなぜ大腸菌っていうのがおしっこの感染症とかよく出てきやすいんですかね？あ、肛門と近いからですね。そうですね。なんとなくイメージとしてはやっぱり腸と近いところにあって、はい、そういうところからばい菌が上行性っていうんですけど、外の尿道のところから上に向かって入っていくんじゃないかなっていうイメージがあるんじゃないかなと思うんですね。だからどこの経路を伝わってばい菌が入っていってるかっていうのがとても大切になるわけで、肺炎って言われると経気道感染といってから入っていくわけではないんですよね。だから侵入経路がないと基本的にはばい菌にかからないんですよね。
で、それは昔パスツールっていう人が確か研究をしていて、なぜバイ菌が、あの、フレミング、ちょっとごめんなさい、合ってるか、間違ってるかもしれない。でもなぜそのバイ菌の感染症にかかるかっていうところを考えたときに、侵入経路がないとバイ菌にはかかりませんよっていう、感染症学の最も鉄則みたいな論理がかなり昔の研究者が発見したことだったんですけど、まあこの尿路でもそうで、大腸菌がそこに入る経路がなければ、そもそも尿路感染症にはかからないというわけですよね。なので大腸菌、クレブシエラ、主にまあグラム陰性肝菌ってくくるんですけど、こういったものが尿路感染症を起こしやすいと言われています。じゃあ次、皮膚の感染症。こういったところにまあ例えば傷が、僕はあの大学、佐賀大でラグビー部やってたんですけど、ラグビーとかだとよくこうタックルとかするとですね、よく傷がついて、そこからこう産んだりだとか、で特にあの医学部の芝生ってめちゃくちゃ劣悪な環境でですね、めっちゃ赤アリがいたりだとか、なんか結構嫌なバイ菌がめちゃめちゃグラウンドにいるんですね。だから大体傷ができると産むっていうのが鉄則で、もうめちゃくちゃあの汚い環境で、まあ、汚いのは失礼なんですけど、結構な、まあ、やばい環境でやってたなと自分も思うんですけど、まあ、皮膚も基本的には僕たちこうやってバリアが働いているから、ここに突然バイ菌がくっつくってことはないんですけど、どこかこう傷が入ってしまったり、バイ菌が入りやすい環境ができてしまうと皮膚の感染症、有名なものだと蜂窩織菌言われるものになったりすると思うんですけど、じゃあ皮膚のバイ菌感染症っていうのは、要は皮膚にいるようなバイ菌、どういったものが想定されるでしょうか。松尾さん、わかりますか。一つでも。表皮ブドウ球菌。あ、素晴らしいです。大正解です。そう、なので表皮ブドウ球菌、ブドウ球菌ゆっくりでもいいんですけど、基本的には皮膚にいるバイ菌っていうのはグラム陽性球菌で、さっきおしっこの感染症で想定したのはグラム陰性肝菌なので、全く違うグループを想定することになるわけですね。で、全く違うグループを想定するっていうことは、それだけ抗菌薬の治療がまた違ってきますよということになるわけです。で、最後にじゃあ腸または胆の、要は腸管の、感染症を起こすようなもの、有名なものは例えば胆のう炎とか胆管炎とかいったものでもいいんですけど、そういった腸の感染症を聞いたときに想定するような病原菌は何がありますか。天笠先生、どうでしょう。腸球菌。素晴らしいです。ちなみに腸球菌っていうのはグラム染色するとどこのグループに入るか分かりますか。グラム陽性球菌なのか、グラム陽性肝菌なのか、またはグラム陰性球菌なのか、グラム陰性肝菌なのか、どうでしょう。腸球菌は赤丸だった気が、なん陰性球菌とかですかね。ああ、惜しいです。まあ、腸球丸っていう言葉が入っているから、球菌であることは正しいんですけど、実は腸球菌はグラム陽性球菌になります。惜しいです、でも。で、まあ、あの、この腸の感染症は、さっき天笠くんが大腸菌とか肛門っていう言葉を挙げてくれたと思うんですけど、基本的にやっぱりグラム陰性肝菌を最初は想定します。でもちろん腸球菌の可能性も全然あります。腸の中にいるから。で、むしろこれはあのアドバンスの内容だから、腸の感染症っていうことを聞いて腸球菌を挙げられたらむしろ素晴らしいです。それは難しい、むしろ。で、一般的に考えてしまうのはグラム陰性肝菌、大腸菌とか、さっき出てきたクレブシエラというバイ菌だったり、グラム陰性肝菌を考えるのはファーストなんですけど、腸球菌も腸の感染症を確かに起こします。で、これは非常に天笠先生素晴らしい点です。むしろアドバンスな内容でなかなか挙げられない人が多いぐらいだと思います。で、もう一個、腱気性菌って言われるバイ菌も腸の感染症だと考慮しましょうということになります。腱気性菌っていうのはどういうバイ菌か天笠先生分かりますか。なんとなくイメージとかでもいいんですけど。イメージ、なんか匂いやばいみたいなぐらいしか分かんない。素晴らしい。お、素晴らしいです。エッセイ菌膜炎とかもしかしたらあのまだ見たことあるかないかちょっとわからないんですけど、結構臭いんですね、腱気性菌っていうのは感染を起こすと。有名なものだとクロストリジウム言われるものであったりとか、あとバクテロイデス言われるものを聞いたことあるかもしれません。結構匂いがやばい、このうんこより臭い。この腱気性菌っていうのは変性腱気性菌と通性腱気性菌といって、空気がある環境下で生きていける腱気性菌と、空気に触れてしまうとすぐ死んでしまうような腱気性菌がある。
で、それは好奇性菌でも一緒です。うん、急性好奇性菌と変性好奇性菌っていうのがあって、空気がないと育たないものもあれば、空気があっても空気がなくても生きていけるような菌もいます。なので嫌気性菌っていう言葉を聞いても、必ずしも空気があるとすぐ死んじゃうようなばい菌だけではないです。では感染症治療の原則例というところからいってみましょう。腎臓に、グラム陰性肝菌、大腸菌が、高齢者で糖尿病の既往のある女性に、腎臓にばい菌がくっついてしまいました。となったら診断名、天笠先生何になるでしょうか。どうでしょう。糖尿病に陰性肝菌、尿路感染症からの、はい、尿路感染症からの、ちょっと腎盂腎まで行かない、素晴らしいです、素晴らしい。そう、これ腎盂腎炎っていう言葉までちょっと出てこないかなと思って括弧でくくってしまって、尿路感染症っていう言うかなと思ってこう、素晴らしい、腎盂腎炎まで。ちょっと腎盂腎炎って難しい言葉だから あれだったんですけど、そう、腎臓に、グラム陰性肝菌が炎症を起こしてしまった場合の診断名としては急性腎盂腎炎となるわけですね。で、急性腎盂腎炎という病気を見たときには、グラム陰性肝菌が主体ですよっていうことを考えるから、グラム陰性肝菌に効くような抗生剤治療を選びましょうっていうところが、この診療の治療の背景にあるわけですね。じゃあ次いきます。皮膚に皮下脂肪式に、黄色ブドウ球菌が、で、足の白癬があって、足がすごく管理が汚いですね。糖尿病の男性に、で、糖尿病の数値もヘモグロビン A1C が9とか10とか、糖尿病のコントロールがあんまり良くなくて、足にも傷があるような人が、そこからばい菌が、黄色ブドウ球菌が入ってしまいました。その診断名どうなりますか。松尾先生どうでしょう。蜂窩織炎。素晴らしいです。そうです、足の蜂窩織炎という診断になるわけですね。そうすると、今度足の蜂窩織炎の場合は、さっきのおしっこのばい菌と変わってグラム陽性球菌を念頭に置いた治療をやっていくわけだから、そのばい菌を倒せるような抗菌薬を選びましょうということになるわけです。で、ここから今日の本題の内容に入ります。がん患者さんの場合は特に注目するところはどこですかということになると、ここになります。どのような背景の人、どのような免疫状態の人がその感染症にかかっていますか。これが今日の、最も大切なテーマになります。で、ここで免疫の働きの復習に行きたいと思います。天川先生と松尾先生、免疫学の講義とか好きでしたかね。どうでしたか。結構得意ですか。いや、難しかったです。まあ、簡単にちょっと復習してみましょう。むしろ僕の方がもう卒業して8年ぐらい経っちゃってるから、免疫の講義とか受けたのも10年以上前になっちゃうから、結構忘れてることも多いんで、ちょっと復習しながら一緒にできたらいいなと思います。免疫というのが、自然免疫と獲得免疫の2つで構成されているっていうところは今大丈夫でしょうか。復習をしていきましょう。じゃあ天笠先生、自然免疫っていうのはどんな働きをしてましたっけ。自然免疫は非特異的にこう鈍色してくれるイメージかな。ああ素晴らしいです。大正解です。素晴らしい。本当に。自然免疫と獲得免疫の大きな違いは、非特異的で、まあ、バイ菌で言えば、共通成分のようなところを抗原として認識して、そこを認識できる受容体を持った鈍色細胞、食べる細胞、有名なものだとマクロファージと言われるものや、白血球の一種で好中球と言われるものがあるんですけど、そいつらがですね、パク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 食べると。いう働きをするんですけど、その働きによってばい菌、外から入ってくる外敵を駆除しようっていうのが自然免疫です。
で、自然免疫は獲得免疫と比べてある程度大きな枠をですね、でくくって、そのグループをどん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 選択的にではなくて非選択的にどん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 食べていくことができるよっていう働きがあるわけですね。で、もう一個獲得免疫と自然免疫は違うところがあって、それは自然っていう言葉が入ってるんですけど、生まれつき備わっている免疫機能ですよっていうのが一つ大切な機能になるわけですね。なので食細胞は病原体の共通している抗原を認識してパク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 食べていくものだから、特定のバイ菌に対してマクロファージが働くわけではなくて、バイ菌っていうところの共通した抗原を認識してそれらを食べてくれると。で、そういった機能は生まれつき備わってますよっていうところがとても大切な機能になってます。で、この自然免疫を担っている細胞2つ、出てきました。天笠先生、何と何でしたっけ？マクロファージと好中球ですか？素晴らしいです、大正解。そう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 、マクロファージと好中球っていう言葉が出てきたと思うんですけど、この2つの細胞が後からも出てきますので、これらがとても大切な機能をするし、がん患者さんでは注意しないといけない点になるので、ここで覚えておきましょう。じゃあ次、獲得免疫の話に移りたいと思います。じゃあ松尾先生、獲得免疫、まあ、できるだけこうイメージであったり簡単な言葉でいいんですけど、どんなイメージでしたかね、獲得免疫っていうのを聞くと。そう、自然免疫に対して特異的にこのバイ菌にはこれみたいな感じで、その抗体作ったりとか直接攻撃したりするっていう感じのだったと思います。素晴らしいです。で、その獲得免疫を担ってくれる細胞、どんな細胞がありましたか？そこで活躍する細胞は最終的に B 細胞とか T 細胞で、真ん中の最初の抗原提示とかで樹状細胞とかもあったと思います。素晴らしいです。この獲得免疫の方に関しては、これは特異性っていう言葉は先ほど松尾先生挙げてくれたと思うんですけど、非常に大切な点になります。で、獲得免疫を考える上では、実は大切な免疫の特徴は4つあると言われています。で、1つ目が特異性で、2つ目が多様性といって、いろいろな細菌に対していろいろな特異的な抗体を作ることができる。なので特異性というのが、特異性以外に多様性というのも一つ大切な点になります。で、もう一つが自己寛容といって、自分に対してはそういった免疫の応答が起こらないようにできていると。で、これはもしかしたらその免疫の授業をするときに強選で負の選択という言葉だったり、正の選択という言葉を聞かれたかと思うんですけど、ちょこっとだけ専門的なところに入ると、マクロファージとかそういった鈍色を最初してくれる細胞がですね、ヘルパー T 細胞に抗原提示をするんですけど、その時に自分の細胞が抗原提示をしてますよっていう MHC と言われる分子の上に抗原を乗せて、 T 細胞にこういった抗原が入ってきましたよっていう伝達をするんですけど、その時にですね、非常に T 細胞が強く活性化されてしまうと、それは自分の細胞に対して強く働きすぎだよねっていうことで、負の選択というのが起きて、そういった細胞、自分の MHC の上に抗原が提示されている T 細胞があまりに免疫活性化が強く起きてしまった場合は、強選で殺されてしまう。それを負の選択と言います。で、今度正の選択というのは、そういったマクロファージとか鈍色細胞が MHC 分子の上に抗原を提示したときに、程よい反応、免疫応答反応を起こしたやつらは生き残れると。そういった T 細胞は生き残っていける。それを正の選択というわけですね。で、これによって自己寛容、自分に対しては免疫応答反応が起きないという機能が守られています。で、最後が免疫記憶。で、メモリー B 細胞、メモリー T 細胞って聞いたことあると思うんですけど、1回目の応答が起きて、2回目起きたときには速やかにその抗原に対して抗体が作られるというのが、免疫記憶という4つの大切な特徴、特異性、多様性、免疫記憶、あと自己寛容という言葉が出てくるわけですね。で、樹状細胞がヘルパー T を活性化すると、
ヘルパー T はキラー T 細胞を活性化して、キラー T 細胞は細胞内寄生菌とか細胞が感染したようなバイ菌をやっつけてくれるし、 B 細胞を活性化するとグロブリンというタンパクをたくさん抗体を作ってくれて毒素とかを排除してくれますよ。ここまで大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。なのでこれらをまとめると、自然免疫というところと獲得免疫というところに免疫は2つのパートで分かれるんですけれども、自然免疫の方で考えると、まずバイ菌がバリアを乗り越えて入ってきて、マクロファージや好中球が活躍してそいつらをやっつけてくれます。で、獲得免疫の方はどうですかってなると、 B 細胞はグロブリンって言われる抗体を作ってくれてやっつけてくれる。これを別の名で液性免疫と習ったと思うんですね。で、今度キラー T 細胞を活性化するような免疫経路は何ていうかっていうと、細胞性免疫。なので液性免疫、細胞性免疫っていう言葉ももしかしたら聞いたことがあるんじゃないかなと思います。主に B 細胞のグロブリン、抗体を作る機能で免疫を担っていくのが液性免疫。キラー T 細胞のように細胞をどん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 殺していってくれる免疫機構が細胞性免疫と言います。以上の点をまとめると、がんと免疫、免疫不全を考えていく上で、実はもう4つのカテゴリーが今までで挙げられています。まず自然免疫の方でどこががん患者さんがやられるかっていうところを考えると、バリア破綻が起こりやすいというところと、好中球が減りやすい、まあ、マクロファージもそうですけど白血球が全体的に減りやすい。じゃあ獲得免疫の方はどうですか。液性免疫がやはりさっき急性骨髄性白血病では正常な細胞減っちゃいますって話は天笠先生がしてくださったと思うんですけど、 B 細胞ももちろん減ってしまうから液性免疫は下がります。でキラー T 細胞の方も減ってしまうし、もっと言っていくとヘルパー T とかそういうキラー T 細胞を活性化してくれるような細胞も減っていってしまうから、細胞性免疫の方もやられてしまいますというところ、この4つが実はがんと免疫を考えていく上でとても大切な点になります。ここまでで何かご質問とか、なんかこう分からなかった点とかいかがですか。大丈夫かな。はい、今のところ大丈夫です。いいですかね。ちょっとだいぶ時間も経ったんで、ちょっと一回休憩しましょうか。はい、5分10分ぐらい休憩してまた戻ってきていいですか。はい、わかりました。はい、じゃあちょっとミュートにしときますね。